フィルギャ1は、北欧神話に登場する、人に付き添う、霊的存在。フィルギャは、動詞、フィルキュの動作指名詞で、追随者という意味である。人の霊魂が、動物の形を取るのが本来であり、それを反映する動物の姿で現れた。ディースとは異なり祭祀の対象とはならなかったが、混合が進んだ結果、氏族の女性守護者、フィルギャコナとしての性質をも帯びるようになった。 武装した少女のイメージをフィルギャに与えたことからワルキューレが生まれただろうと考えられている。フィルギャ、フィルギア、フィルギエ、フィルギアとも。ノルンには様々な種族がいるが、特定の人物や一族のために守護霊のように家に着く者たちがフィルギャとなった。家の人々が先祖からの栄養を高めつつ、新しい事柄を進めていくことで、強力で聡明なフィルギャが家族に従い、 家の安泰を見守った。フィルギャは女性の姿で夢や現実世界に現れることがある。例えば、アイスランド人グルムは、ある夜、局の女性が自分の屋敷にやってくる夢を見た。彼は、ノルウェーにいる一族の蝶が亡くなったので、彼のフィルギャが一族で第二の地位にある自分のところに来たと考えた。間もなく蝶が亡くなった知らせが届いた。また、アイスランドの農民、 トルギルスは民会での争いを抱えていた折、民会の会場へ向かう途中で目的地の方から来た女から忠告を受けた。直後に女は消えてしまい、トルギルスは彼女が民会の場を去ったことに不安を覚えた。トルギルスは間もなく切り殺されてしまった。そのようにフィルギャは人の前に現れてたびたび忠告をしたり、危険が近づいていることを教えた。 フィルギャについて、誰かの体を離れたその人の考えの外観の姿として理解してもよい。他の人のフィルギャが周囲にいることに気づいたものは、その人の訪問を悟ったり、その人が向けてくる悪意を認識したりする。例えば、ノルウェー王のオーラブ・トリグバソンが生まれて間もない頃、母アストリットが追っ手を逃れて、自分の父の元にいた時、父がたくましいフィルギャの訪問に気づいた。 父は、オーラブの父を殺した一味が、維持の首相を知ってさらなるお手を送ったと考え、アストリッドとオーラブを逃がした。また、オーラブが9歳でホルムガルドにいる、母方のおじのもとに向かった際は、彼が到着する前に、際立って強力で賢いフィルギャが、人々の前に現れたため、人々は有力な家系の人がやがてこの国へ来るのだと、知った。フィルギャは、 しばしは動物の形態で現れた。例えば、アイスランド人のトルステインが、子供の頃に、ある人には、トルステインの前をフィルギャである白マが走っているのが、見えていた。また、アイスランドの二人の農民が争った折、夜に二人の屋敷から、オウ牛と熊が出てきて激しく格闘した。朝、動物はいなくなったが、二人は、それぞれの寝床の中で疲れ切って動けなくなっていた。 他人のフィルギャに近づいて来られると、人々は、しばしば眠くなって、寝床に入り、狼内しくまや、しごめがみの姿を見た。さらに、いくつかの佐賀は、誰かが覚醒している間に、フィルギャが現れたことを、死の予兆に関連づける。つまり、誰かのフィルギャを視界に捉えるということは、その誰かの間近に迫った死の兆しなのである。例えば、大、 グドムンドが外出していた間に、彼の兄弟が夢の中で、お牛が屋敷に来て倉庫など、全部の建物を覗いた後、口座で倒れて、死ぬのを見た。やがて王、グドムンドが屋敷に帰ってくると、習慣として倉庫など、全部の建物を覗き、それから口座で食事を取ろうとした時に倒れ、休止してしまった。また、アイスランドの厄介詩人ハルフレズは、 戦場で死が間近となった時、武装した女性が波の上を渡っていくのを見て、自分のフィルギャが離れていったと気づいた。彼女が春フレズの息子のところへ行き、歓迎の言葉をかけられると、彼女は姿を消した。古い神々とキリスト教がせめぎ合う頃には、人々の守護女神である、リシールが人を殺す出来事もあったとされる。アイスランドの首領の一人、シーデの春の息子に、 ある夜9人の黒子の女性が襲いかかりこれを倒した。この時9人の白衣の女性も現れていた。春の友人は彼女たちが春の一族のフィルギャだと考え、やがてアイスランドに新しい宗教がやってくる予感があること、旧来のディシールはその償いのために息子の命を奪っただろうこと、新しいディシールがそれを防ごうとしたが力が及ばなかっただろうことを話した。 やがてオーラブ王が差し向けた宣教師、タングブランドがアイスランドへ来ると、春は先んじて、洗礼を受けた。ありがとうございます。